なんとか敵幹部を倒した拙者たちでござるが、安心したのもつかの間、ベッドに忍び寄る黒い影が。拙者たちどうすればいいのでござるか。教わった変わり身の術です。しかしどうしてこんなことを。私一度でいいからレッドになりたいの。やめた方がいいです。ろくなことないですよ。どうして。かっこいいじゃん。レッドは必要以上に熱血しなければいけないので、血圧が40上がると本で読んだです。だったらブルーだ。クールでかっこいいもん。甘いです。常にクールを装うのは大変な苦労なのです。おまけにレッドと対立して喧嘩を売らなければならないのです。これは宿命なので逃れられないのです。疲れるポジションなんだね。そっか、赤も青も無理か。だったらイエローあるよ。ダブルイエロー生かすあるよ。何あるか。かっこいいヒロインの色あるよ。それは最近のことです。世間のイメージではまだまだデブで三枚目で振られ役、戦隊ごっこで体型だけでイエローにされた子供が何万人いたことか。そんな、黄色はそんな色じゃない。あるブルーフラッシュレッドハリケーン。どうして私の言うことが聞けないのよ。納得できないことは納得できないでござる。あら、皆さんこんにちは。本を読んでますか。本を買うならマホラ書店待ってますわよ。どうして私の言うことが聞けないのよ。納得できないことは納得できないでござる。お尻の青いことは口出さないでよ。お猿のように赤いよりマシでござるわ。2人ともやめる。ある、お尻はやっぱり黄色。ある、何すんだよバケモン。あれ見て、流れ星。何をお願いしたです。世界中のみんなが幸せになれますようにって。レッドになるのは諦めたですか。うん、私今度のことでよく分かったの。大事なのは赤とか青とかそういうことじゃないって。クーフェイが星になったおかげでマキエも分かってくれたです。さすがクーフェイ、それでこそイエローです。大好きなジュースを飲んでたらなんとその中に宇宙ウイルスが。私を操り地球征服を企むウイルスたち。次回ミクロの決死隊ミニミニバカレン大作戦、乞うご期待なのです。